あ、別に名古屋行きが出てた5分後なんか名古屋行きぐらいを見送っててもいいでしょうね。そこにしようってやってね。いやー、しかし朝ドタバタでしたよ。いやそう、最初はね、普段使ってる名鉄教授所のパーキングにしようと思ってたんですけど、どうもあそこは24時間までいくらなんですけど、要はあの仕事打ち切りじゃなくて、短日打ち切りの、あのところみたいなんですね、よく読んでみたら。うん、なので、その今回、多分日またぐやろなっていう予想なんで、帰ってくるのが明日になると思うんで、そうするとね、それだとまずい。あ、で、あの日ごと区切りのところが別であったんで、近鉄さんがやってる、近鉄不動産かながやってるあの駐車場がね、別であるんで、あの満州の近くの方ですね。で、そこに寄ってきたんですけど、そしたら、現金オンリーで、しかも1000冊しか使えやんと。で、いうことだったんでね。いやー、焦った。あ、転車代か。あんな風になったんだ。なんか色変わりましたね。朝の塩浜駅ですね。どうぞ、これですね。塩浜研修車庫ね。これがありますもんね。ですので結構引きこも線もいっぱいありますし、なんなら JR 貨物のね、引きこみ線もいっぱいあるんで、なんならすごく広い駅ですからね。え、ちょっと待って、あそこ300円あるやん。え、300円あんなんできとったっけ。あれでよかったやん。あれでよかったやん。へえ。いや、あ、でも名古屋行きは結構乗ってんだね。はあ、まだ青になってないもん。あ、青になった。まあさすがに朝一ですか、日曜日で、しかも朝ですからね。私仕事からこの時間でバリバリ起きているとはいえ、とはいえさすがに朝の4時起きはね、眠いね。ああ、まあさすがに道中も寝れるでしょう。だから二条編成ですね。で、向こうは二条編成だけど、こっちは三条編成あるんですね。まあ、見送ったことですし、ガツッと乗ってきましょうか。